皆さんこんにちは。大杉蓮さんが2018年2月21日に亡くなりました。享年66歳でした。大杉蓮さんの直接の死因は急性心不全ということでした。大杉蓮さんは有名俳優として数多くの作品に出演し、カメレオン俳優と呼ばれるほど、いろいろなキャラクターを演じきる名俳優でした。また、各男優賞、助演賞を受賞するなど、世間的にも俳優界でもその実力は多く認められていました。大杉蓮さんは、北野武監督の映画のオーディションに、アドリブで闇金業者の演技を演じきったことで、たけし監督を感心させたといいます。その後、各映画の助演男優賞を受賞し、テレビにも出演することにより、大杉蓮の名前はお茶の間に認知されることとなりました。しかし、主演ドラマのロケのために訪れていた千葉県のホテルで、腹痛を訴え、救急病院に搬送されたものの、すでに重体となっており、帰らぬ人となってしまいました。大杉蓮さんの死後、お別れ会が開かれた際、約1700人が参列し、多くの著名人も彼の死に涙しました。そんな名バイプレイヤー、大杉蓮さんを死に至らせた急性心不全ですが、この急性心不全の要因は、大杉蓮さんが心筋梗塞を患っていたからではないかと言われています。この心筋梗塞とはどんな病気なのか、これからお伝えしたいと思います。気になった方はぜひ最後までご覧ください。大杉蓮さんが患っていたと言われている心筋梗塞とは、心筋に血液を送る冠動脈が閉鎖することにより、心筋が酸素不足になる病気のことです。冠動脈は心臓を出てすぐのところにある大動脈から枝分かれし、心臓にかぶさるように走っている血管です。心筋を動かすには、この冠動脈を通して栄養と酸素を運ばなくてはならず、閉塞してしまうと、酸素や栄養が心筋に届けられず、心筋が壊死してしまいます。そのため、心臓から十分な血液を送ることができず、最悪死に至ってしまう恐れがあるのです。また、心筋梗塞は急性であることが多く、突然血栓が形成されることにより、冠動脈が詰まってしまうため、発症するまで気がつかないパターンが多いのです。急性心筋梗塞において、およそ3人に1人が発症するとされています。日本人の死亡原因第2位と言われるほど、多くの人が罹患する疾病であり、突然死の原因に挙げられます。また、発症後の迅速な治療が重要で、発症後6時間以内に治療開始ができれば9割は助かると言われています。しかし、残念ながら死亡に至ってしまう方の特徴としては、発症後1時間以内に亡くなってしまうことです。これは心房細動という心室内で興奮が生じ、心臓のポンプ機能が失われ死亡に至ってしまうためです。心筋梗塞は男性では30代後半から60代までに増加傾向にあり、女性は閉経後から70代までに増加傾向にあると言われています。誰にでも罹患する恐れはありますが、多くは動脈硬化が原因とされています。動脈硬化とは血管の変性であり、血管の内側の壁に傷がつき、そこにコレステロールなどが沈着することにより、コブができ、血管が狭くなることです。この動脈硬化は、
高血圧、糖尿病、脂質異常などの生活習慣病が主な原因とされています。また喫煙者の方は喫煙により血管が傷つきやすく動脈硬化の原因になります。家族に心筋梗塞を起こしている経験がある方がいる場合も体質的になりやすいと言われています。心筋梗塞の発症で最も代表的な症状は油汗が出るほどの激しい胸の痛みです。人によっては胸の圧迫感、焼けるような感じと感じる方もいらっしゃいます。痛む場所は胸の中央および全体的で、顎や肩まで痛みが広がることもあり、心臓から来る痛みとは気がつかずに胃痛や腹痛と勘違いしてしまう方もいらっしゃいます。他に背中に痛みを訴えるパターンもあります。他の症状として冷や汗が出る、吐き気、顔面蒼白になる、失神、ショック症状などが出ることもあります。こういった症状は前兆として現れることがあります。大体の罹患患者は発症の1ヶ月から2ヶ月ほど前から胸の痛み、圧迫感を5分から10分程度で繰り返します。この症状を不安定狭心症と呼ばれています。不安定狭心症は安静にすることで症状は治まるので軽視しがちで、受診することなく放置されてしまうことがあります。そこからだんだんと痛みが大きく激しくなり、頻度が増していってしまい、発症に至ってしまうのです。また前兆が全くないという方もいらっしゃいます。もともと高血圧の方、糖尿病の方、高齢者の方などは痛みを感じることなく過ごしており、急に発症して気がつくことになってしまいます。ですので生活習慣病に罹患している方や高齢者の方は特に注意し、不整脈が出ていないか、激しい動悸を感じないか、脈が異常に速くなっていないか、日頃から注意して生活することが大切と言えます。そうでない方も生活の中で息切れや胸痛、胸の圧迫感などを感じたら放置することなく、すぐに病院に受診することで早期発見、早期治療につながり、発症まで至らずに済む手立てではないかと思います。心筋梗塞の診断には心電図、血液検査、画像検査を用いることが多くあります。心電図では心筋梗塞の特徴的な波形を読み取ることで、血管の詰まっている場所、範囲を特定します。血液検査では心筋梗塞を起こしたことにより壊死した心筋細胞から出る酵素が血液中に漏れ出ていないかを確認し、心筋梗塞かどうかを調べます。画像検査ではレントゲンを撮影することで、心筋梗塞により見える肺の鬱血や心肥大、心不全を確認します。また心エコー検査では心臓の状態を検査します。心筋に血液がいかなくなると心室の収縮の低下、消失、心電図の変化が見られるので、心筋梗塞の検査に非常に有用です。それではどうしたら心筋梗塞にならずに済むのでしょうか。心筋梗塞は先ほどお伝えしたように動脈硬化が引き金になることがほとんどです。ですので動脈硬化にならないようにすることが重要と言えます。動脈硬化は生活習慣病に起因することがほとんどですので、まず生活習慣病を予防することが、ひいては心筋梗塞を予防することになると言えます。生活習慣病を予防するには食事、運動、睡眠を見直すことです。
バランスのいい食事を意識し、塩分、糖分、脂肪分の摂りすぎに注意し、お肉、バターなどよりはお魚、エゴマ油を選択することも有用です。日頃、運動をあまりしていないという方も、運動の習慣をつけると良いでしょう。運動する場合は、筋トレよりもウォーキングなどの有酸素運動をされるのが良いかと思います。他に、ストレスでも動脈硬化の原因となります。真面目で勤勉な性格の方ほど動脈硬化は起きやすいと言われています。ご自身のストレス発散法を見つけて、上手にストレスと付き合っていくと良いかと思います。そして、喫煙者の方は禁煙をすることをお勧めします。タバコは血管を傷つけたり、収縮させたりと、動脈硬化の引き金になります。健康被害も大きいので、禁煙されると良いかと思います。これらのように、日々の生活の見直しにより、心筋梗塞の罹患リスクは減らすことができるかと思いますので、ぜひ、ご自身の健康を鑑みて、生活習慣の見直しを検討されることをお勧めします。また、すでに高血圧や糖尿病、肥満と診断されている方は、心筋梗塞のリスクを抱えていますので、特に注意して生活し、日常的に健康診断を受ける、ご自身に息苦しさや動悸などの症状が出ていないか確認をしながら生活されてください。それでも、心筋梗塞を発症してしまったら、早急に治療を始めなければなりません。急性心筋梗塞の場合、いかに早く治療を始めるかが、その後の命に関わります。心筋梗塞の治療は、病院に搬送後、すぐに行われます。初期では、検査と治療の並行で行われ、主に酸素確保と投薬により、胸痛のコントロール、血栓の治療、不整脈の対策を行います。この際、不整脈の対策を病院でできたら良いのですが、病院外で発症し、治療までに時間がかかる場合、心肺蘇生ができず、間に合わないこともしばしばあります。昨今では、医師でなくても使える AED が普及していますので、もし外で発症してしまった場合は、AED での対応をすることで助かる場合もあります。もし、心筋梗塞らしき症状が出てしまったら、自家用車やタクシーで受診するのではなく、ためらわずに救急車を呼んでください。初期症状の治療が済んだら、一刻も早い血管の詰まりを取らなくてはならないので、カテーテル治療、もしくはバイパス手術を行うことになります。カテーテルを用いて血栓の誘拐剤を血管に直接流し込む方法、血管を押し広げる方法があります。治療時間が短く、早く血栓を取ることができますが、血栓箇所の範囲によっては手術が必要になります。また、カテーテルで治療した場合、再発の可能性も高まってきます。カテーテル治療では間に合わないほど重篤な心筋梗塞だった場合、バイパス手術が行われます。バイパス手術では、閉塞した血管を避けて、新たに血管をつなぐ手術です。新しく血管を作るので、再発のリスクがぐんと下がります。しかし、手術の準備に時間がかかったり、手術自体が難度なため、執刀医によってかかる時間も変わってきてしまいます。心筋梗塞の治療は緊急性が高く、とにかく時間との勝負になりますので、早く適切に処置ができる方法が選択されていきます。心筋梗塞には様々な合併症がついてくることがあります。今回ご紹介した大杉蓮さんの心不全も
心筋梗塞の合併症の一つです。他に不整脈や心破裂など命に関わる合併症が起きてしまうことがあります。そのため合併症が出ないようにやはり速さが問われる治療になるのです。無事治療が行われ助かったその後は徐々に日常生活に戻るようリハビリを行います。また心筋梗塞には心筋梗塞後遺症と呼ばれる後遺症が発症することもあり、主に発熱、胸痛、肺炎などが挙げられます。こういった後遺症とも戦いながらの治療になっていきます。一度治療が終わっても心筋梗塞は再発しやすい病気で、再発しないために日常的な薬の服用や検査、生活改善を行いながら病気と向き合っていくことになります。このように発症してしまったら命に関わる危険な病気の心筋梗塞ですが、罹患患者は多く、先述した大杉蓮さん以外の著名な方も心筋梗塞を経験されている方がいらっしゃいますのでご紹介します。まず大杉蓮さんと同じ演者である天海祐希さんです。天海祐希さんは有名な女優さんですが、舞台に出演中体調不良を訴え病院を受診したところ、心筋梗塞だと診断されました。その日は息苦しそうでやたらと汗をかいていたそうです。他にフリーアナウンサーの徳光和夫さんも心筋梗塞を罹患しています。夕食をとりながら仕事の打ち合わせをしていたところ、胃に不快感を覚えたものの、その異変を食事が原因と思っていたため症状がひどくなり急性心筋梗塞と診断され、緊急手術を行い一命を取り留めました。このように心筋梗塞に罹患しながらも命が助かったケースもありますが、残念ながら命を落とされたケースもあります。作家でありムツゴロウの愛称で親しまれていた畑正則さんは心筋梗塞によりその生涯を閉じています。2017年に心筋梗塞を発症し、一度は復活し自宅で療養を続けていたのですが、2023年4月に再度発症してしまい、搬送先の病院で亡くなってしまいました。またサッカー選手の松田直樹さんも心筋梗塞により命を落としています。公園でサッカーの練習をしていたところ突然倒れ、救急搬送されたものの意識を取り戻すことなく、そのまま帰らぬ人となってしまいました。去年34歳という若さでした。ここまで心筋梗塞についてご紹介してきました。以上のように心筋梗塞は冠動脈の閉塞により心筋が壊死してしまう病気です。息苦しさ、激しい胸の痛みを伴い、治療まで時間が命を左右する病気です。傾向はありますが、基本的に誰でもなりうる病気です。一度かかるとその後の人生も再発や服用などの療養生活をしていくことになり、人生に大きな影響を与えてしまいます。罹患率がとても高い病気ですが、日々の生活の見直しや健康診断などを受けるなどして少しでも罹患のリスクを減らしていただければと思います。この動画をきっかけに少しでも興味を持っていただくことで、ご自身のお体の健康に微力ながらお力添いができたらと思っております。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。またあの病気を詳しく知りたいや感想などがありましたらコメントしていただけると嬉しいです。それではまた。